はい、これはね、多分ね、お猿のモンチッチと同じじゃないかなと思うね。ほら、尻尾が長いっしょ。まあ、この人モンチッチじゃないんだけど、これもさ、振り回れてさ、手に入れたけどさ、こう、毛触りがいいね、この人ね。ほら、この毛触りがこう、なんとも言えない、なんか毛触りなんだよ。まあ、お猿さんって基本的にさ、恩をあだで返すような生き物なんだよ。だから、お猿さんってのは、ありがたいなとか、そういう気持ちが少ないんだよね。何しろね、お猿さん動物園に行ってさ、ああ、お猿さんだなって言ったら、気に入らねえんだよっていう感じで出てきてお猿さんがいたぐらいですからね。お猿さんはもうちょっと人に対してね、優しくしなさいっていうふうにね、言うとね、そうするとね、偉そうに説教するんじゃねえよとか言い出してね、キキーとか言いながら怒り出しますからね。まあ、小さかいうちはね、お猿さんは小さかいうちはね、いいんだけどね、大人になるとね、大人になると、もうあだで返してやるっていう、そういう生き物だからね。もうちょっとこう、もうあだで返したらいけないんだよって教えると帰ってね、うるせえっつってね、不良なんだよね、猿ってのはね。不良だからもうね、すぐ怒る。なあね、あれなんですよ。前はだからお猿さんって困った生き物だなと思うんだけど、まあ、このお猿さんは可愛くていいですね。で、ほら、ここになんかさ、書いてあるのね。で、こういう風な手の感じがまたいいよね。このちっちゃくて。手の感じがね。で、顔もほら、なかなかいい顔してらっしゃるでしょ。ね。で、こういう風になっててね。なかなかいいね、お猿さんで。まあ、ちょうどぬいぐるみって、だいたいちょうどこのぐらいの大きさがちょうどいいんだよね。ただ、ここに馬の、この前紹介したことは、謎の生き物と比べるとさ、あ、ちょうどいいじゃん。謎の生き物と比べてもちょうどいい世帯だな。というか、お前顔でけえよっていうツッコミがあるんだけど、まあ、ね、ピグレットの顔がでかいってどういうことなんだってことなんだけど、まあ、あれですね。まあ、なかなかの、こういう大きさぐらいがちょうどいいかなって感じですね。というわけで、どうもありがとうございました。